確かあのヘリコプターよ。これ模様ほら。あ、家にぶつかっとったやな。あ、ヘリコプターですか。株式会社代表執行役社長小早川智明。この出席をもとで意見を聴取し。どうくん。昨日佐賀県において発生した自衛隊ヘリコプターの墜落事故について、国民の命と平和な暮らしを守るべき自衛隊が住民の方々の安全を脅かし、多大な被害を生じさせたことでは誠に遺憾であります。今でも虐待をされているというような状況。自衛隊の最高指揮官として、心よりお詫びを申し上げ、またお見舞いを申し上げます。リレーで運ぶ。何なのか。